オデオジャパン2020年9月第1週 K-POP ニュースベスト7。第7位、顔が痩せたヒョリンの GIF 画像が話題に。 MBCM 小チャンピオンに登場した歌手ヒョリンの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。新曲 Say My Name を披露するヒョリンの画像を見たネチズンは、海外の歌手みたい、顔が痩せた、相変わらずかっこいいなどの反応を見せた。第6位、スタイル良すぎるチェリーバレットメイの GIF 画像が話題に。 MBCM ショーチャンピオンに登場したガールズグループチェリーバレットのメンバーメイの全身 GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。画像を見たネチズンは、スタイル良すぎる、スニーカー履いてるのに、末っ子オントップなどの反応を見せた。第5位、表情が怖い TWICE モモの GIF 画像が話題に。ガールズグループ TWICE のリアリティ番組 Time to TWICE に登場したメンバーモモの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。怖い表情をするモモの画像を見たネチズンは、黒化したモモ、可愛いんだけど、喜ぶナヨンオンニなどの反応を見せた。第4位、ロゼに魅力発散、ブラックピンクジェニーの GIF 画像が話題に。ガールズグループブラックピンクのリアリティ番組24時間365日 with ブラックピンクに登場したメンバージェニーの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ロゼに魅力を発散するジェニーの画像を見たネチズンは、かわいい、ジェニーのギャップがやばい、ロゼもびっくりなどの反応を見せた。第3位、アイズワンウォニョンのキーリングパートを真似するナコの GIF 画像が話題に。ガールズグループアイズワンの活動ビハインド映像に登場したメンバー矢吹ナコの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ウォニョンのキーリングパートを真似するナコの画像を見たネチズンは、うまい、ナコ可愛すぎる、表情がそっくりなどの反応を見せた。第2位、クイズコーナーでテンションが上がったアイズワンさくらの GIF 画像が話題に。 Mnet K コンタクト2020サマーに登場したガールズグループアイズワンのメンバー宮脇さくらの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。クイズコーナーでテンションが上がったさくらの画像を見たネチズンは、こんなにエナジーあふれる子だっけ、大好きなレッドベルベットのクイズだから、さくらかわいいなどの反応を見せた。第1位、 TWICE サナ&ナヨンのお菓子の食べ方が話題に。ガールズグループ TWICE のリアリティ番組Time to TWICE に登場したメンバーサナ&ナヨンの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。
スプーンでお菓子を食べる2人の画像を見たネチズンは、ご飯じゃないよ、かわいいサナヨン、ももにもスプーンあげて、などの反応を見せた。